ふう。よいしょ。はい、っていうことでね、おめおめと逃げ帰ってまいりましたけれども、無事にね、こちらのヘッドライト工軸調整をされて、雷逃れたかと思ったけど、なんかまだゴロゴロいってんね。ダメかなこりゃ、うん、でもだいぶ雨がさっきよりマシになったんでね、家に向かって帰っております。やばいね、これでこの後ちょっとあれだね、クリーニングの洗濯物を取りに行かないといけないのに、えらいことになったわ。いやー、雨さえ降ってなけりゃね、夜の中でこの新しいヘッドライト試したかったって思ったのに、これ試せないですね。しょうがねえな本当に。まあしゃあないんでね、とりあえずこのまま続きは明日にでもね撮りましょうかね。いやー、まさかこんなことになるとはな。まあ雨の日なんでね、逆にこういう映像ってあんま撮れないかもしれないんで、ある意味貴重なのかもしれない。そう考えることもできるんじゃなかろうかというところでね、まあ好き好んで二度とこんな雨の中走りたいとは思わないですけれども、まあね、やっぱり走ってるとね、往々にして雨に遭遇することはまあまああることなので、いや久々にねちょっと路面の感覚が分かりづらい中走るっていうのをやったんでね、まあリハビリとしてはなかなかレベルの高いリハビリをしたんじゃないかというふうに思うことにいたしますね。何を言ってんだかって感じだけどね。何ですかね、こうあまりにも雨に濡れて全身がずぶ濡れに、本当にもう体の中で濡れてない部分がもう水に浸かってない部分がないっていうぐらい濡れると、あれですね、 なんかもう何も怖いものがなくなってきますね。こう絵も言われぬ全能感とでも申しましょうか。もう何と言いますかね、今自分にこう失うものはないっていう、そんな思いにねちょっとこう駆られますけれども、まあ、だから何ができるというわけではないんですけど、そこまで濡れるともはやこれ以上濡れようが何しようがもう別に気にしないっていう、なんかそういう全能感に包まれますね。おっと、今ちょっとマンホールで滑りました。マンホールで滑りましたね。ちょっと待ってよ、こっちだな、あえての。なんでこんな日にヘッドライトの交換の予約をしてしまったのか。でもそんな悩みもね、最初はね思いましたよ。なんでこんな日にヘッドライト交換なんかしたんだろうってね、嘆きましたよ。でもね、もはやねここまで濡れてくるとね、もうどうでもいいというかね、逆にこう開き直ってこれで良かったとさえも、これで良かったってことはないな。早く帰って風呂入りてえな。すれえ、早くなんでそしてこういう日に限ってめちゃめちゃ混んでんだろうね。わーつーか、雷普通に街中に落ちてんな。もう大丈夫だろここまで来たらって思ったけど、案外大丈夫でもねえかもな、雷に落ちる確率なんてそんな高いもんじゃないだろうけど、当たったら当たったで、まあその時はその時だな。潔くね諦めるしかない。いや結構容赦なく雷落ちてるね。こういう時マンホールが怖えんだよな、とにかく。こう超絶トルクがあるバイクにツルッツルのマンホールってこれ以上怖いものはない。ちょっと大きい通りですり抜けしながら走ったりチンタラ走ってるとちょっと暑くて死にそうなんで、もう裏道で行きますわ。いやこういう時ね、やっぱ ABS あるとだいぶ心強いですね。握りゴケの可能性がだいぶ少なくなるんで、かなりこう心に余裕を持って操作ができてありがたいですね。すげえな、なんかもう入り組みまくって、なんか教習所の教習所というか運転免許試験場のような、なんかそんな感じのコースになってんな。あ、やばい、一通だった。お、白いライトやっぱいいな。あ、懐かしいですね、郵便配達自分もやってましたけど。おお、いいですね。いいです。いやー、今みたいなのやっぱね、こういうの見ると名古屋に生きてるね、そういう気がします。ああ、今自分は名古屋で生きてる、今日も生き残ったっていうね。まだ生き残ってないけどね、お家に帰るまでがツーリングです。いやー、いいですね。こう逆走する人とかね、歩道を走る人とかね、ママ見ますからね。こういうの見るとやっぱりね、前も言いましたけど、やっぱねコスパのいい街なんだよな名古屋って。本当になんてこう、ただ生き残っただけでね幸せだって思える。これはね、これ幸せですよ本当に。幸福ってなんだろう、幸せってなんだろうって感じですよ。今ちょっと強めにエンブレしたらリアが流れましたね。やはりこうブレーキパッドによるブレーキじゃないと ABS は効かない
ないようです。まあ当然かよいしょ。あー、なんかもう濡れてることが何でもないことのように感じましたね。別に大したことがないかのようにもう過ごしてますけども、うん、悟りの境地ってこういう感じなんですかね。まあとりあえずね、雷が落ちないようにもうさっさと家に入りたいですね。そしてクリーニングの洗濯物取りに行かないといけないっていうね、これが辛いとこですね。いやー、こういう高台に坂登ったところがちょっと怖いな。早く早く早く下りたい。できるだけ低い位置行きたい。ダメだ、クラッチレスでニュートラルまで入れられると思ったけどダメだったなびゃめっちゃ近くに落ちとる気がするんだけど、怖えな。はぁ、着いた、ようやくです。ということでね、今日一日ちょっと復活したということでね、そのお知らせの動画を撮っておりました、黒島でございますということで、ご視聴ありがとうございました。さようならということで終わりです。終わりです。